っちゃ緊張すんねんけど。暗くない？若まだ来てないの？若こんなところで生まれたんだな、お前は。そうだよな。お久しぶりです、若。会いたかったんだろう、俺に。会いたかった。お前の聞きたいことなら分かってるさ。どうして俺が名前まで変えて政治家になったのか。どうして俺が東条会の壊滅に加担したのか。あとこの体も気になるか。昔は車椅子だったもんな。いやまあそれはドーピングかなって思ってます。全部答えてくれるんですか。ああ、病気はアメリカで治した。肺の移植手術を受けてな。いやでも元気そうで何よりです。知ってるか。向こうじゃ移植の順番が金で買えるんだ。かわいいですね。だがどんなに金があっても、ヤクザの息子じゃそれさえ難しいんだ。お。そのために名前変えたんですか。手術のためだけじゃねえ。荒川真澄の息子として生まれたこと、病気のせいで青春時代を人並みに謳歌できなかったこと、そういう人生そのものを書き換えるために名前を変える必要があったんだよ。でもその結果、今じゃ都知事と幹事長を兼任する政治家になれた。どうした、おめでとうございますの一言も言ってくれないんだ。いや、おめでとうございます。それはすごいと思います。素直に言えないんですよね。政治家になるってのはそんなに嬉しいもんなんですか。政治ってのはいいもんさ。ヤクザみたいに暴力で支配するわけじゃない。法律に準じて人々の暮らしを良くする。おかげで多くの人間から感謝されてるよ。そうだよね。それが多分若の求めてるものだもんな。殺しましたよね。うん、ああ、リスクマネージメントさ。どういう意味ですか。だってあいつはお前に拉致られてブリーチジャパンや俺の内情をベラベラと喋ったんだろ。あいつはそういう男さ。やつは一言も喋ってませんなんて言ってたけど、目を見りゃわかるよ。だから処分した。本当かどうか確認もしねえで、なんでそんなに簡単に殺せるんですか。じゃあ聞くが、あいつは本当に何も喋らなかったのか。どうだ。そりゃほら見ろ、リスクマネージメントというのはそういう危険を事前に。でも一緒にブリーチジャパンを立ち上げた仲間なんでしょう。それをためらわずに切れるかどうかがトップに求められる決断力さ。親父だってそうだっただろう。ガキの頃から面倒見てたお前にあっさりと身代わり出頭を突きつけた。親さんは俺を切ったわけじゃありません。あの時荒川組を守るためには俺が出頭するしかなかったんです。荒川組を守る。沢城の頭が殺した鈴森って男は東条会の直系組員でした。もしも頭がパクられることになったら、三次団体で隠したのを荒川組はけじめをつけさせられますから。お前が身代わりになんなくたって沢城はパクられなかったさ。え、どういうこと。それ誰にもわからないっすよ。いや、わかる。なぜなら沢城は鈴森を殺してないんだから。え、そういえばお前と最後に会ったのもあの晩だったな。
え、その話します？覚えてるか？え、あ、え、大晦日に行った神室町のクラブ。え、その話します？ええ、ちょっと若の彼女さんの誕生日だ。彼女じゃないよ。あの夜は散々だった。いや、散々でしたね、本当に。もうあんな最悪の夜ないですよ、本当。若いつからそこに。いや、ここのシーン大好きだわ。若、大丈夫ですか？あの若、おう、用足しは済んだのか。俺は帰るから、それで払っとけ。余ったら血拭く時にでも使え。でもやっぱり結局さ、バカが手に入れられなかったものがこの時代にはいっぱいあったってことよな。それが欲しくて、あ、やばい、ドーピング切れてんじゃん。あ、バカ、やばい。でも振動なってる、タクシー拾いましょうよ。バカ。大丈夫ですか？うるせえ。そんな。行こうぜ。どうせ酔っ払いだ。え、冷た。え、でも、バカ。具合でも悪いのか？見るんじゃねえ。見るんじゃねえよ。いや、見ますって。え、ちょっと、でもなんか助けていいのかもわかんないな。そっか、車椅子。あ、不法投棄じゃない、もう置いてただけ。駐車場ですやん。ちょっと待ってくださいよ。放送機じゃないもんね。だから持ってこって言ったんだよ。おい、起きろや。こんなところで寝てんじゃねえよ、酔っ払いが。なんだてめえ。ここはうちの組のビルだ。ヤクザですよ。とっとと出て行け。ヤクザか。え、こいつか、榊組ってたやつ。社会のゴミが。なんだとてめえ。若もやんちゃなんだから、若わざわんじゃねえ。カムロ町でヤクザを。違う、ちょっと車椅子起こしてほしいなと思っただけなんだ。痛い。どっから来たおのぼりさんか知らねえが、カムロ町の怖さをたっぷり教えてやるよ。素人がモデルガン出して生きがってんじゃねえよ。どこで買ったんだ？え？田舎のおもちゃ屋か？あ？おもちゃだと思ってんのか？本物なら撃ってみろよ。え？ほら、どうした？いや、もうこんな煽り運転見たことない。やばい。そっか、この時か。ほら、さっさと引き金引いてみろってんだよ。バカ。撃てねえよな。見せかけの偽物じゃな。二度とでけえ面すんじゃねえぞ、半端もんのくせ。てめえ、いい加減に。
も若のメンタルがやばいな、これは。その男は鈴森。ああ、俺は沢城に起きたことをそのまま伝えて家に帰った。誰にも目撃されなかったのはラッキーだったよ。じゃあ俺は若の代わりに出頭したってことですか？そうさ、親父は大切な一人息子を守るためにお前をお上に売ったんだよ。しかし親父もそのままをお前に告げるわけにいかなかったんだろう。だから沢城の身代わりって筋書きを作ってお前に頼み込んだんだ。まんまとあいつの口車に乗せられたお前は喜んで出頭したってわけさ。それでもまだお前はあのクソ親父を信じられるのか？絶望すんのもよくわかるぜ。懲役18年ってだけでもひどい話だが、ひどいのはその後だよな。勤めを終えて出てきたお前をあいつはバーンだろ。ひでえ話だよな。頼んだぞ、イチ。なんとか言えよ、イチ。それでも俺は荒川の親さんを信じてます。じゃあ俺からも一つ聞かせてくれ、イチ。お前なんで生きてんだ？なんで偉人町にいる？理由なんて。でも俺はどん底の一番です。どっからでも這い上がってくんのが俺ですから。そうか、まあいい。しかし何年経ってもお前の間抜け面は変わらないな。怒りを通り越して懐かしささえ覚えるよ。嬉しいぜ。そいつは光栄です。俺はてっきり今夜はめられるんじゃないかと思ってたんですけどね。でも若は約束通り一人で来てくれた。俺も嬉しいです。殺されると思ったか？お前を殺すことなど議会の答弁に比べれば朝飯前だよ。だが生かしてやる。昔のよしみでな。その代わり条件がある。二度と俺と俺の親父に近づくな。いいな？じゃあ俺からも若に条件を出させてもらいます。偉人町から撤退して久米の出馬も取り消してください。何？生意気なこと言うようですけど、久米は国会議員の器じゃないっすよ。民事党内でも同じ見解だわ。現に後ろ盾がなければあんな世間知らずの若造は落選するに決まってる。だったらなんで久米なんかを出馬させるんですか？俺の価値を知らしめさせるためさ。え？想像してみろ。久米がトップ当選を果たしたら、その時民事党のやつらはどう思う？青木亮の推薦は何の実力もない若者をトップ当選させるだけの力があるのだと理解するだろう。そして青木亮というネームバリューは荻窪にとって変わる価値があると思い知るはずだ。久米は若の引き立て役ってわけですか？選挙とはまさに駆け引きのゲームなんだよ。だったら偉人町再生シェルターもそのゲームの一部に過ぎないってことですか？あのシェルターか？あれはなかなか役に立つ優れものさ。
なんたって不法滞在者を一網打尽で捕まえられるんだからな。捕まえる？ビザの取得をサポートしたりするんじゃ。まさか今さら彼女らにビザが降りるわけがないだろう。シェルターから入管まではバスで行き、その後はそのまま強制送還。え、マジで言ってる？そんな。それじゃ彼女たちを騙したのか。犯罪者を一掃して異人町を再生するシェルター、名前に偽りはないね。やっぱ裏があったかな。じゃあ若は俺の条件を飲めないんですね。飲めないね。なら今夜の交渉は決裂ってことですね。勘違いしてるようだが、今夜は交渉ではない。さっきも言ったろ、お前を生かしておいてやるのは俺からの情けだ。それを無下にするなら好きにするがいい。いやまあ、お前かよ。どういうことっすか。若は一人で来るって聞いてましたが、若の最後の情けを無駄にしやがって。愚か者が。やっぱなんでこいつ連れてきてんの。逃げて。ええ、やだ、いっぱいいるわ。なぜなぜ。ちょっと多すぎやしませんか。こっちは約束通り一人なんですよ。え、こっちがそうするんだっ。こっちが一番。ナンバーネーバー、ちょっとナンバーネーバー。好き。ナンバーネーバー。お前らなんでここに。おら、どけ。あ、あ、あ、雑誌さん。お。お。逃げるわよ。でもマジで好き、みんな。ほら見ろ、やっぱり罠だったじゃねえ。罠だった。足立さんすごい。え、でも表に回ってもいるくない？ほら、絶対いるって。あれ。中の連中、ナイアゴロを取り倒した。出たよ、ベージュスーツ軍団。わしら控えの出番や。ええとこ見せて沢城の頭にアピールすんで。まあでも一人で戦うよりかはいるからね、こっちは仲間が。え、ツッキリでどういうこと。八代目近江連合組やったるか。いやでもなんか若がさ、ちゃんとなんていうの、春日一番のことをいちいち呼んでくれたのは個人的に超嬉しかったんだけど、ただどうしても今はバラバラだよな。どうしてもね、春日一番の求めてる和歌ではなかったよな。呼ぶか、まずおじさん。え、でも何これ。一時的に仲間の出の痛みが和らぐ状態。無痛の盾、まあ、攻撃受けないってこと。あ、じゃあとりあえずまずおじさん呼んでみるか。来い、魔導おじさん。まあ効果云々も大事だろうけど、一旦ね、デリバリーヘルプでもう一度会いたいっていう気持ちが強いから。あ、まさか、どうにもの気合い、牧野原壮太、ペアで出てくんだ。いや、楽しそうで何。魔導おじさん、かっこいい。かっこいい、かっこいいじゃんか。バチコイ、無痛の盾。磨きかかってましたね、変態。もう全部が本当に効かなくなってる。すごいね。マズおじさんしょっちゅう呼びたいんだけど。さあ、一応ここの近江連合倒したけど、どうなんだろう。またいたりすんのかな。いやでも早くしないと沢城の頭来ちゃう。やっぱ。
あれ、沢城いない。どこ？後ろ見てみ、春日さん。絶対いるから。ほら、いるもの。そらそうよね。そらそうだわ。出てくるに決まっとろうが。沢城の頭、スーツテカテカ、高そう。いや、なんか変なスーツ着てるやつもいる。ずいぶん大げさなんじゃないですか。いや、ほんとだぜ。多すぎる。まあ、だが、お前は撃たれても生きてた男だろ。念には念を入れたまでだ。いや、あの左のやつ何？こいつが大光に撃たれても死なへんかったってやつ。 ねこいつ何？怖いんだけど、こいつ。どんだけごっついやつかと思ったけど、案外普通でんな。何この頭おかしそうなやつ。侮るな。確実に息の根を止めろ。めっちゃとんでもない武器持ってんねんけど、デカ包丁持ってる。手足を切り落とすっていうのはどうでしょう。怖っ。それならさすがに生きてられへんでしょ。やり方は任せる。任せんな。マグロならぬ人間解体ショーを見せしますね。何こいつ、なんでこんな癖あんの。モブでしょ。終わったらあいつの首箱詰めして明日の朝には届けます。趣味悪い。沢城の頭、こんなの付き合わん方がいいし。頭は帰るんですか。やれよ。お前らの汚い血でスーツを汚したくないからな。なんだと。汚れ仕事は全部部下任せですか。あんた、荒川のおやっさんの下で一体何を学んできたんですか。おやっさん、おやっさん、うるせえな。その言い草には昔から虫酢が走ってたんだ。まあまあ、言わせたってありましょう。どうせあいつが物言えるのもあと数分の話やし。おしゃべりは十分だ。さっさとやれ。逃げるな、卑怯者。逃げるな。おね、解体ショーの始まり始まり。何こいつ。ちょっとなんかあいつキャラ濃いって。変なんキャラ濃いって。何人ぐらい。あ、後ろのやつも戦うんだ。多いんだけど。あ、呼ぶか。敵全体をなぎ倒し、熱気やられ状態になるかも。いいじゃないか、ぶっ込めのとか。来い。タカに全てを任せよう。見せたらいい、尋常のぶっ込みのタカ。アップルカイザー。お、来た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 。ボンボンボン言わせてますよ。かっこいいかっこいい。よろしく歌ってくださいよ。お、燃えてる。いや、やっぱパープルカイドレベチっすね。お、すごい。いなてんの前。めっちゃかっこいい。お、やば、やば、すごい、かっこいい。あ、いいな、その技。パスが一番もしたら溺れたらいいのに。お、いなてんの高すげえ。よし。え、でも多分まだいるよな。そうだ、こいつがいるもんな。大峰の組、こいつ名前ないんでしょ。なんでこんな癖強いんだよ。やば、あの武器。デリバリーヘルプ呼びます。韓流スターによる名シーンを再現するサービス。敵全体が凍ることになるでしょう。確率で風状態を付与します。あ、いいんじゃない。風引かしてやってくださいよ。来い、イリュージョン。見せちゃれ、イリュージョン。よろしくお願いします。再起にかける韓流スター、イ・リュージョン。お、やばバックハグサランヘ。アドサラヘ、アドサラヘ。あのバトル音楽どこ行ったの。イ・リュージョン。あ、雪が極寒のソナタ。風邪ひけ。お、風邪ひいてるみんな。怖い、あれ。何あの武器。でも同じような持っとるからね、ジョーさんも。お、いいんじゃない、いいんじゃない。結構さ、ハンジュンギとこの張さんの技がめちゃくちゃ効くからさ、助かってはいるよな。お、やったー。ちょっと、なんなん、モブのくせに味濃い。こいつ誰な。怖、こいつ。
俺の首を箱詰めにして頭に届けるとか言ってたよな。持っちゃった、持っちゃった。頭も驚くだろう。箱の中におめえの首を見たらな。お前がやられたんか言うで、頭もめっちゃ後ずさりしてる。あーカキーン。え、大丈夫か。ああお前なんなん。もう沢城の頭も行っちゃったし。めっちゃ気持ち悪いやつだった、ね、いやこいつマジで気持ち悪かった。大海にはこんなのがワンサがいんのか。日本一の極道組織だ。これよりもヤバいやつらだってゴロゴロいんだろ。いるだろうな。そんな連中がどんどん偉人町にやってくるの勘弁してよ。あ、一番浜子さん大丈夫そう。浜子さんどうしたんだい。今シェルターへ行ってきたんだよ。あ、マジ。え、大丈夫だった。シェルターへ。あの子たちの忘れ物があったから届けようと思って、うん、そしたらあの子たちどこにもいないんだよ。シェルターの職員も全然取り合ってくれないしさ。一体どうなってんだか。落ち着け浜子さん。一緒に探してくれよ一番。浜子さん、うん、もういない。あの子たちはもう日本にはいない。シェルターは彼女たちを強制送還させるためのネズミ捕りだったんだ。そんなあの子たちは自分が生まれた国に頼れる人間なんていないんだ。そうだよね。だから偉人町に身を寄せていたんじゃないか。私はあの子たちの幸せだけが生きがいだったんだ。なのに、なんでこんな結果に。いや、浜子さん、私がシェルターなんか進めなけりゃ、もっと早く気づいていりゃ。浜子さんはただあの子たちを思って行動しただけだ。悪いのは浜子さんじゃない。そうよ、自分を責めないで。浜子さんは最後まで誠実だったわよ。ごめんよ。畜生。いや、なんかこんな強い女性がさ、浜子さんって本当に強い人だったじゃん。こういう女性がね、泣いてしまうとね、私はもうダメかもしんない。浜子さん、ひとまず休ませたわ。ありがとう、さっちゃん。どんどん偉人町がぶっ壊れていくな。半純喜が言ってたの覚えてるか。俺たちも行く当てがあるなら出て行った方がいいって。出て行かない。本当に考える時かもしれないぞ。出て行かない、難波先輩。ダメですよ、出て行かない。逃げんのか。だってよ、もう取り返しがつかねえとこまで来ちまってんじゃねえのか。取り返しがつかねえか。ちなみにナンバーはどっか行く当てがあんのか。いや、すぐには思い浮かばないけどよ。足立さんは親もとっくに亡くなってるし、今さら行く当てって言われてもな。最後はとてもじゃないけど、妹とお父さんを置いて出ていけないわ。いや、そうだよね。じゃあ決まりじゃねえか。決まり？何が。みんなここから出ていけるような状況じゃねえ。そりゃ俺たちもコミジルもリューマンもみんな同じだ。だったら抗うしかねえだろ。取り返しがつかねえってんならなおさら取り返してやろうじゃねえか。でも賞賛があんのか。そんなもん必要ねえ。昔荒川のおやっさんに言われたよ。賞賛があって殴りに行くのはただの弱い者いじめだってな。でも賞賛もなしに殴りに行くってのはただの無鉄砲ってもんだろ。ちげえよ。賞賛なんて考えらんねえ強いもんに立ち向かう、それが本当の喧嘩だ。俺らの敵は民事党に大海連合、日本の表と裏のてっぺんだ。
上等じゃねえか。思いっきり喧嘩してやろうぜ。日本の表と裏の頂点に喧嘩かな。さすがに足立さんもビビっちまってんの。バカ言え、相手に不足はねえ。やってやろうじゃねえか。ただその表の頂点ってのに警視庁も加えてくれねえか。そうだった、もちろん分かってるって。よっしゃ。ったく、呆れるくらいどうしようもない人たちよね。まったくだ。でも好きなんでしょ。うん、そんな自分にも呆れちまうよ。ナンバー、サッちゃん、俺らと一緒に。はいはい、もう結論出てるから。さすがは俺たちの仲間だ。でもナンバーはどうなんだ。お前は弟さんの無事が確保されたことだし、結婚の話だって本当にいいのか。俺がそんなに白状に見えるか。こうなら地獄の果てまで一緒に戦って弟の結婚式のスピーチのネタにしてやるぜ。決まりだな。どいつもこいつも今に見てろよ。